サミュエル・ウィリアム・レノルズによる、メゾチンと、1834年、原作ジョシュア・レノルズ。ウィリアム・ディグビーは、イングランド国教会の聖職者。ウスター大聖堂主席司祭、ダラム大聖堂主席司祭を歴任した。エドワード・ディグビー閣下と、妻・シャーロット、1778年11月没、スティーブン・フォックスの娘の息子として、 1733年1月21日に生まれた。1752年6月4日にオックスフォード大学クライストチャーチに入学。1756年に BA の学位を1759年に MA の学位を1765年に DCL の学位を習得した。1759年9月23日に出自に 1760年3月2日に、実際に除任された後、1760年4月2日から1766年6月10日まで、キルミントンの牧師を、1765年12月19日から1789年1月27日まで、コーゾルの代理牧師を、1766年3月20日から1789年2月9日まで、シェルドンの牧師を務めた。 1769年8月29日から1778年1月27日まで、ウスター大聖堂主席司祭を、1777年9月18日から1788年まで、ダラム大聖堂主席司祭を務めた。1788年9月18日に死去した。1766年4月14日、シャーロット・コックスと結婚。 4男五女を設けた。ありがとうございます。